グランドオーレオプリハウスグランドオールオプリとは、アメリカナッシュ国テネシー州、ナッシュビルのラジオ局、WSM の毎週土曜夜のカントリーミュージックの公開ライブ放送のラジオ番組であり、グレートアメリカンカントリーネットワークで TV 放送化された番組、1925年11月28日から WSM で放送開始され、現在でも続いている。 アメリカ最古の番組であるカントリーミュージックおよびその歴史を存続させるためオープリーではカントリー、ブルーグラス、フォークソング、ゴスペルの巨匠や現代のヒットチャートに入っているものを取り混ぜコメディ、寸劇などのパフォーマンスも行うアメリカのアイコンと考えられており世界中から何十万もの観客が集まり何百万もの人々がラジオやインターネットで聞いている オープリーは、カントリーミュージックを有名にした番組とされ、アメリカンミュージックの本拠地、または、カントリーの最も有名な舞台と呼ばれる。グランドオールオープリーは、ライマンホスピタリティプロパーティスによって所有される。1930年代、番組はプロを雇い、これまで1時間番組だったのが4時間となり、WSM は、当時5万ワットで、土曜の夜に30週近くに放送していた。 1939年 NBC ラジオにより全米放送開始。1943年ライマイ公会堂を常設活動拠点とした。これらの発展により、ナッシュビルはアメリカのカントリーミュージックの首都となった。オープリーのメンバーとなることは、カントリーミュージック界において最高の功績の一つとされる。ハンク・ウィリアムズ、パッチ・クライン、ロイ・エイ・カフ、カーター・ファミリー、 ビル・モンロー、アーネスト・タブ、キティ・ウェルズ、ミニー・パールなどの巨匠がオープリーの舞台にレギュラー出演した。近年は、ドリー・パートン、ガース・ブルックス、リーバ・マッキンタイア、ジョシ・ターナー、キャリー・アンダーウッド、ブラッド・ペイズリー、ラスカル・フラッツ、ダークス、ベントリー、ケディ・ピックラー、ディキシー・チックスなどのコンテンポラリー・カントリーのスターも出演している。1974年から、 ナッシュビルのダウンタウンにより、東側のグランドオールオープリーハウスから放送され、ラジオ番組に加え時々テレビ放送もされる。グランドオールオープリは、ナッシュビルのダウンタウンのナショナルライフアクシデントインシュアランスカンパニーという保険会社に、新しく作られた第五スタジオでスタートした。最初のショーの演奏者は、当時77歳のフィドル演奏者、アンクル、ジミー・トンプソンだった。 アナウンサーは番組のディレクターでもあったジョージ・ディー・ヘイ、別名、ザ・ソロム・オールド・ジャージ。彼はこの時30歳でしかもハンジではなかったが、シカゴの通信販売会社、シアーズ・ローバックが所有する、ラジオ局、WLS で1924年4月に開始されたフィドルとスクエアダンスの番組、ナショナル・バーン・ダンスで、すでに人気を博しており、この分野のパイオニアだった。初期に、 レギュラー出演していたバンドには、ポッサムハンターズ、フルートジャードリンカーズ、クルークブラザーズグリージャンパーズなどがいた。彼らは順番に演奏したが、しかし、平飯時は、フルートジャードリンカーズがお気に入りで、いつも毎回番組の最後を占める、レッドホットフィドルプレイングのコーナーに、もう一度登場させた。平飯時は、開始当初から出演者を田舎風ので呼び、女性には、 顎紐のついた帽子にエプロン、男性にはオーバーオールにチェック柄のシャツを着せて農場にいるかのような演出をつけた。1926年数曲のレコードを出してボードビルショーを巡回していたテネシー州のバンジョー奏者アンクルデイブメイコンは番組で最初のスターとなった。番組名はもともとバーンダンスだったが正式に グランドオールオプリに決まったのは1927年の12月だった。当時、この番組は全国ネットの NBC のクラシック音楽やオペラなどの共用音楽を流す番組の直後に放送されていた。番組のオープニングで蒸気機関車の音の後にハーモニカの天才デフォード・ベイリーが彼のクラシックトレインソングパン・アメリカンブルースを演奏すると平反時が 南部なまりでコメントする。グランドオペラはいかがだったでしょうかここから数時間はグランドオールオプリをお楽しみください。これ以来、その名前は番組名として今日も使用されている。公開番組の聴衆は増えて、会場を数度変更し、1943年にはライマン劇場へ移動した。1954年10月2日、まだ10代のエルビス・プレスリーが、 ショーに最初で唯一の出演を果たした。ケンタッキーの青い月をその曲の作曲者で当時レギュラー出演者だったビル・モンローの前で演奏した。モンローはそのアレンジに怒り出すとプレスリーは思ったが逆に感心された。司会者のジム・デニーはプレスリーにメンフィスに戻ってトラックの運転手をやり直した方がいいと言ったと言われている。 1960年代ヒッピー反体制文化の広がりにより、オープリーは、挑発を受け入れない保守的で、道徳的な立場を保持していた。カントリーロック先駆者のグラムパーソンズが当時、メンバーであったバーズは、アルバム、スイートハート・オブ・ザ・ロデオのために、ナッシュビルにやってきた。このバンドのレコードレーベルのコロンビアレコードは1968年3月15日に、 ライマン公会堂で演奏できるようアレンジし、パーソンズはこれを楽しみにしていた。しかしながら、観客の声援に応え舞台に登場しようとした、途端に出演を止められ、客席からはヤジ、ブーイング、歌え、歌えとのコールが起こった。トム・ポール・グレーサーに、曲紹介されたマール・ハガードの、ライフ・イン・プリズンのカバーを歌う予定であったが、起こった彼らは代わりに、ヒッコリー・ウィンドを歌った。 1974年、その後は、ナッシュビルのダウンタウンの9マイル東に4400席のグランドオールオープリーハウスが建設され、ショーも移動した。2年前に開業した、オープリーランド USA というテーマパークに隣接。オープリーハウス開幕日の3月16日、リチャード・ニクソン大統領が来訪し、ピアノで何曲か演奏した、ライマン公会堂のオーク材の舞台を、 直径6フィートの円形に切り抜き、新しいオープリーハウスの舞台にはめ込んだ。テーマパークのオープリーランド USA は1997年に閉鎖され、オープリーミルズモールとして生まれ変わり、オープリーハウスはそのまま存続し、新しい施設に合併。北米最大のカジノのないホテル、ゲイロードオープリーランドリゾートコンベンションセンターが建てられた。現在も世界中のファンが、 オープリーの音楽を見に、ナッシュビルに観光に来ている。現在、グランドオール・オープリーは、ライマン公会堂の都市に一度の冬季公演を除き、グランドオール・オープリーで週に数回公演が行われる。2010年5月、オープリーハウスは、テネシー洪水によるカンバーランド、川沿岸決壊により、ナッシュビル全域動用浸水被害を受けた。復旧作業中、 ナッシュビル市内の会場を一時的に使用し、多くの公演は、ライマイ公会堂で行われた。また以前、オープリーを公演していた、戦争記念館のほか、トッパックのアンドリュー・ジャクソン・ホール、ナッシュビル市民会館、リップスコム大学のアレガリーナ、トゥリバーズ・バプティスト協会などが使用された。2010年9月28日、オープリーが、グランドオール・オープリーハウスに戻り、特別番組、 カントリーカムザホームとして、グレート、アメリカンカントリーで、テレビで生放送された。この日は、オープリーの歴史的な日の一つとなった。マルティナ・マクブライドと、コニー・スミスは、スミスの、ワンス、エーデーをデュエットし、ディークス・ベントリーとデル・マクーリーは、ロール・オン・バディー、ロール・オン、ジョシュ・ターナーとロリー・モーガンは、ゴールデン・リング、モンゴメリー・ジェントリーとチャーリー・ダニエルズ・バンドは、ザ・デビル・ウェント、 ダウンツー・ジョージアを演奏するなど数々のコラボレーションが行われた。この公演は、ブラッド・ペイズリー、キース・アーバン、スティーブ・オリナー、リッキー・スキャグス、マーティス・チュアートンのオールスターギタージャムで幕を閉じた。あらゆる面において、オプリはアメリカのカントリー音楽の登竜門と定義されている。新人、スーパースター、伝説の人を問わず、数百の演奏家が出演した。 グランドオールオプリに出演することは、カントリー音楽のエリートであることを意味していた。番組開始当初は出力も小さく、ナッシュビル発の電波を受信できるような地域では、オプリは例外として、早朝か昼に放送されることが一般的で、それは聴取者が主に農家であったことによる。アパラチアの山村の農民たちは、土曜の夜のオプリを聞くために、数マイル離れたラジオのある家に集まって、 熱心に聞いた。特に、偏境の地に住むミュージシャンはその一流のミュージシャンたちの演奏技術を盗もうと耳をそば立てて聞いた。ジェットアトキンスもオプリを聞いて、独学でギターを学んだ一人である。オプリでは出演者へのギャラはないこともしばしばで、演奏者たちは代わりに自分たちのツアーやコンサートの告知ができればいいと思っていた。しかし、やがて出演者たちは、学習で、 レギュラー出演するとしても、年に少なくとも26回は、ナッシュビルで番組に、ノーギャラで出ることが重荷になっていった。このため、1960年代中期には出演量が出されることになり、落ちていた番組の質は向上した。長年、グランドオールオプリエの出演は、カントリー音楽のスターへの道と考えられていたが、1970年代終わりと1980年代前半には、 かつてのスターしか出演しなくなったため、古臭いお遊びとして見放されるようになった。特に、ドラムとエレキ楽器の使用がされなかったという点では、新しくて若いカントリーロックのアーティストは出演できなかった。保守的なカントリー音楽の伝統を守っていることで、良くも悪くも、オプリは長年続けることができたとも言える。2004年9月、グランドオールオプリは、 カントリー料理のチェーンレストラン、クラッカーバレルを提供スポンサーに迎え、グランドオールオープリープレゼンテッドバイクラッカーバレルとなった。グランドオールオープリーは、チューブ時で土曜夜7時より、WSMAM で生放送されている。以前は6時半からだったが短縮された。同様の番組として、フライデーナイトオープリーが、金曜夜に生放送される。3月から12月。 チューズデイナイトオープリーも生放送される。オープリーでの演奏は、ウィリー・エス・ロデハウスでも聴くことができる。一週間の総集編として、アメリカズ・オープリー・ウィークエンドが、全米のシンジケーションで放送される。また、この番組は、WSM のウェブサイトでも聴くことができる。1955年より、ABC は月に一度、グランド・オール・オープリーを放送。 1978年から1981年、p b s はテレビで生放送していた。1985年、ザ・ナッシュビルネットワークは、グランドオールオープリーライブとして30分に編集した番組を放送していたが、カントリーミュージックテレビジョンに移動し1時間番組に変更され、その後、ケーブルテレビのグレート、アメリカンカントリーに移動したが、現在休止中である。 カテゴリー、グランドオール・オープリーメンバー、参照カントリーミュージックの老舗、本場であり、普及の殿堂でもある、グランドオール・オープリーのメンバーになることは、カントリー界のエリートと認められることと同等である。様々な意味でオープリーのアーティストやレパートリーは、アメリカのカントリーミュージックに定義される、新人、スーパースター、巨匠など、何百もの演奏者が、ゲストメンバーとして、 長年演奏してきている。オープリーのメンバーシップはただ獲得するだけでなく、現役でいる限り最前線で活躍し続けねば、ならない。オープリーのメンバーであるアーティストが亡くなった場合、もはや、グランドオールオープリーの常任メンバーではないとされる。しかしながら、2003年に、ハンク・ウィリアムズ没後50周年が開催され、息子のハンク・ウィリアムズ・ジュニア、孫のハンク・ウィリアムズ3世が出演する。 特別イベントが行われるなど影響力はそのままである。1963年4月、オープリーのマネージメントは、メンバーシップを保つためには、年間最低26公演に出演すべきという規則を発表。1964年1月、その数は20公演に下げられ、2000年には12公演にまで下げられた。年月をかけて、 最低公演数は下げられたが、メンバーであるアーティストは献身的に頻繁に出演することが要求される。長年続いてきた他の論争は、ドラムや電気系楽器の使用に関してである。何人かの純正主義者は、伝統的にカントリーミュージックのリズムを取るのはコントラバスで、打楽器は滅多に使わないと考えていた。1940年代、当時新しかった電気系楽器は、 ポピュラーミュージックやジャズで使用されていた。オープリーでは第二次世界大戦期にはエレクトリックギターやスティールギターは容認されたが、ドラムや管楽器の制限は継続していた。ボブ・ウィルズや P.E.W. キングはこのドラム規制に反抗。この規制は新規や若いファンの多かったウェーロン・ジェニングスなど多くのアーティストたちを苛立たせた。長い期間をかけてこれらの制限は取り除かれ、 多くの古参の伝統主義者のファンを遠ざけることとなったが、長い目で見て、オープリーの存続を考慮すると最善の選択であったとされる。2010年にカントリー歌手のチェリーライトが同性愛者であることをカミングアウトしてからオープリーに出演していない。彼女のドキュメンタリー、ウィッシュメアウェイで、クリスチャンがファンの大部分を占めるカントリーミュージック界では、同性愛者に対しどれだけ、 拒絶的であるかを語った。グランドオールオープリーの名を商標登録しており、オープリーのメンバー、独自の商品あるいは、ライセンス商品に、のみに使用を制限している。1968年後期、WSM は、 WSM から独立したレコード会社であるオープリーレコードを訴え仮差し止め命令で勝訴。しかし最終的に WSM はレコード会社オーナーに対する法的立場を失った。レコード会社の弁護士は WSM の経営はグランドオールオープリーという言葉を使用することはできるが順番や組み合わせはこのままに限りグランドやオールは使用家であるが オープリーを個別に使用するのは不可であると主張。だが、他の音楽公演にオープリーの名をつけることは許可された。2004年、グランドオールオープリーは、初めて提供スポンサーを迎えることが発表され、クラッカーバレルが、グランドオールオープリーの名とともに社名が記載される、こととなった。現在、不満なクラッカーバレル、ダラージェネラルがスポンサーとなっている、ラジオ、ロングプレイヤーズ、 ギネスワールドレコーズ2010年4月4日閲覧 NRK アーティクルバーナタマミ ER ギャモルダックスノースクリックスクリーンケイスティング2010年8月27日閲覧 AB アバウトザオプリクランドオーレオプリゲイロードエンターテイメント2010年1月26日閲覧クランドオーレオプリ ゲイロードアプリランドゲイロードホテルズ2010年1月26日閲覧ミュージックグランドオーレオプリザラジオホールオブフェーム2010年1月26日閲覧カントリーミュージックヒストリーカントリーミュージックホールオブフェームミュージアムカントリーミュージックファンデーションインク2010年1月28日閲覧 WSM は保険会社が所有する ラジオ曲で、ウィンシールドミリオンズの頭文字だった。WLS とは、ウル l S, ラージストストアの略。For the Past Hour, We Have Been Listening to Music t a k e n l a r g e l y From Grand Opera, From Now, On We Will, Present The Grand o l e o p r y ABC Logan, Johnny, The Bars, タイムレスフライトリビジティットロガンハウス ISBN 0から952万9540から 1X フリッケデビットスイートハートオブザロデオレガシーエディションナショナルパークサービスナショナルレジスターインフォメーションシステムナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズナショナルパークサービス ABCDE ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズレジストレーションフォーム グランドオーレオプリハウスハットハーストジャックナッシュビル S グランドオーレオープリハット http コロンスラッシュスラッシュ s e a r c h ドットオプリドットコムスラッシュビューイコールイベンツハット a-b チューイングランドオーレオープリ2012年12月9日閲覧フェイバイロンファーストテラバイズドオプリショーン pbs マーチ4 1978フェイフェアスオプリブログ 2012年12月9日、閲覧、ヒストリーオブザオプリ。グランドオーレオプリ。2012年12月9日、閲覧、GAC、S プレゼンツオプリライブ。GAC、2012年12月9日閲覧ヒストリーオブザオプリグランドオーレオプリ2 0 1 2年1 2月9日閲覧 g a c エスプレゼンツオプリライブ g a c 2 0 1 2年1 2月9日閲覧 AB、フォードラオプットフロムオプリ、ツーリターンオンクリスマス。ビルボード。 50 http コロンスラッシュスラッシュブックス google com スラッシュブックスイドイコールナイキンバーチピコグラムイコール pa 60v イコールオネパゲ q f イコールフォルス ab モリスエドワードグランドオーレオプリルッキングトゥワードビルディングイッツオーディエンス cmt cmt CM ニュース2012年12月9日閲覧キンズリー。 リチャード、サウスウェストシャッフル、パイアニアーズオブホンキー、トンク、ウエスタンスイング、アンドカントリージャズ、ニューヨーク、ラウトレッジ、PP、254から257、ホール、ウェード、P ・ウィーキング、インザ・インスイクロープ・ギア・オブ・カントリー・ミュージック、ポール・キングズベリー、エディター、ニューヨーク、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、 P. P. 二百八十三四 W. S. M. バックインコートアゲインファイルズに。デスーツオーバーネーム。ビルボード八十一。五十一。H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス。井戸イコール海銀バーチアンド。ピコグラムイコール r h p a イチピ五十一。ブイコールオネパビアンドキアンド。エイコールフォルス a b ビ W. S. M. インコーポレーテッド。 アペルント、V デニス E、ヒルトンカントリーシンディングオプリ、インク、アペリーズ。ユナイテッドステーツコートオブアピールズ、エースサーキット。2012年12月9日閲覧。オプリレコーズスドフォーインフリンジェメント。ビルボード 8029http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス。移動イ,イコールクキンバーッ ピコグラムイコール PA－ 二十九、V イコールタッページ ＆Q＆F イコールフォルス。二千十二年十二月九日閲覧、WSM、インク、V ベイレイファインディケース。二千十二年十二月九日閲覧。ラベル、ジム、クラッカー、バレル、リーロズ、マーケティング、アーセナル。アドウィーク。二千十二年十二月九日閲覧。スパンサース。 グランドオーレオプリ、2012年12月9日、閲覧、http://www.ioshio-ohno.jp ス,ス,スラッシュプロフィールスラッシュプロフィールインデックスラ、shtnvl.http://www.tomifujiama.com jp スラッシュヒストリースラッシュインデックスドット html ハット http コロンスラッシュスラッシュ a m e b l o j p スラッシュ t o m y f u j i は a ama1205 スラッシュ entrwa 12021540936 ent ドット html ありがとうございます